彼の魂を獅子の口より救いたまえ。彼が闇へと落ちぬよう、星の光で導きたまえ。ラーズは大丈夫なのか？うん、ソウルの消耗が激しすぎてまだ寝てるけど。そっか。ねえクロト、ちょっと怖いんだ。このままラーズが目を覚まさなかったら。そんなことはない。ファレルもそうだったの。私が好きになった人はいつもいなくなっちゃうんだ。ファレルだけじゃないよ、ソウルトリガーのみんな大好きだったのに。そっか、お前もラーズのこと好きになってくれたんだな。あいついいやつだろ。ちょっと熱くなると見境なくなるところはあるけど。ラーズと俺たちはさ、ガキの頃から一緒に育ってきたんだ。3人でいろんなバカをやったけど、ピンチな時にはあいついっつも俺たちの前に立つんだよな。今と一緒だね。ああ、で、決まって言うんだよ。俺を信用しろよ、親友って。そりゃ信用してるよ、当たり前だよ。けどそう言われるとなんだか安心するんだよね。仲いいんだね。当然、俺たち3人は絆で結ばれてるね。これはもうソウルメイトだなんてな。それつまんないよクロト。うるせえよ、いつも年上ぶりやがって。お前19年も寝てたんだから、俺の方が中身はお兄さんなんだぜ。クロトが覚えとくね。ラーズは絶対復活する、信じて待とう。それが仲間ってもんだろ。あと、あいつのこと好きになってくれてありがとな。ラーズ、私。かっこよかったよクロト。ウィルマ、いつからそこに。あんなに熱弁してたんだもん、部屋の外でも聞こえたよ。いや、その、違うんだ、俺はちょっとシリロに勝つぞ。ウィルマ。ウィルマ、今何を。待って、もう一回、今のもう一回。その気にさせてくれたらね。ソウルメイトなんでしょ。ね、あ、
ちゃと。いや、たくよ、おうよ。いや、なんだってんだ、クロト。今のは一体、そっか、俺リトラーにやられてどれだけ寝てたんだ。とりあえずみんなに報告しないと。どうも。ローズ。どう？ローズ。シリル、行こうぜ。
ラーズ。心配ない。それで。ああ。なんで？ふん。そうですね。そうだな。ラーズ。困ったな。まったく。決裂ね。じゃあ、あなたのソウルだけいただくわ。なんだ。どう。たくよ。いや。フラン。ええ。それで。ええ。そうだな。なんだ？ありがとう。